前回泉里香さんにの「一個上33歳アプリで出会った女性に今まで一度も彼女ができたことがないことストーカーで警察沙汰になったことまた定職に就いたことがないことなどをカミングアウトして向こうは多分バリキャリの恋人のことをパートナーっていうレベルなのに受け入れてくれておそらくその理由として実は私もバツイチで今は恋愛リハビリ中です」みたいなことを送ってきてくれて。 すごく嬉しかったし結構ポジティブな方だったのであ意外と苦労されててるんんだなって関心もしたんですよねその時点で2週間以上経っていたのでそれを利用して「ではお互い集団カウンセリングを兼ねて2人でお食事でもどうですか?」って送ってみたんですけど「是非カウンセリングしましょう」って返してきてくれてそこでまた恒例のデートマイブルーが来てしまって。 もちろん僕が今の現状を理解した上で会ってもらうために始めたことだったんですけどお互い苦労を分け合った戦友みたいになってしまって全くく恋愛に発展させられる自信がなくなっってしまったんですよね。ここからはさらに黙らっしゃい案件なんですけどその方は映画とネットフリが好きってプロフィールに書いてあってなるべくメジャーどころで共有しようと思っていったものがことごとく見られてなくて。 で相手が好きって言ってたレオンとスラダンも僕がたまたま見てなかった2つで。 逆に運命感じてしまったんですけどその方が教えてくれた小説もオーディオブックで聞いてたんですけど全くハマれず断念してしまいまたネットフリックスの「ファーストラブ」も4話目ぐらいで記憶喪失の展開が来てしまってちょっとベタすすぎててて諦めかけてしまっているんですよねここまで趣味が合わないのとハマれなかったって隠したままデートするのがちょっと憂鬱で。 このチャンネルの YouTube ライブで相談してみたら高校生の方が「運命信じすぎでは?」って言ってくれて毎日順調にメッセージやり取りしてたんですけどその時だけはもうすでに2日も経ってしまっていてなので急いで平日はお忙しいでですすかっっって送っててて送みたんんけど帰ってきてませんそもそもこんな32年彼女なしフリーターとデートしてくれる方なんてそうそういないと思うので。 多少の後悔はあるんですけど、まあ、今回ので少し自信がついたということで,でマッチングアプリにまた少しだけ課金したので、まあ、この後の展開が気になる方は是非チャンネル登録でもよろしくお願いします。 僕、小学校の時にちょっと気になってた子が木の根っこに立ってて盛大にこけたり、いきなり服のボタンが外れただけで引いちゃうぐらい、そういう習性があるので、注意しつつ、なるべく積極的にミトログを増やせればいいかななんて思ってます。ということで、今日も最後までご視聴ありがとうございました。さようなら。